おはようございます。おはようございます。ちょっと部屋が暑すぎて全然寝れませんでした。久しぶりに帰ってきてそろそろ涼しくなってるかなと思ったんですけど、相変わらずでした。部屋の温度がね、32度と出ていたんですけど、おそらくもっと暑いかなと思います。体感ではね、34度ぐらい、そのぐらいあるように感じます。いやー、きついな。マジでこの暑い日がまた続くとは思ってなかったんで、あー地獄だということで、まあ起きてしまったんで行動します。大阪に戻ってきた初日からリズムが狂ってしまった。60.4、鶏胸肉とえのきです。これ徳島行く前にね作ってたやつなんで、もう1週間以上放置してたんで、もしかしたら腐ってるかもしれません。まあでも食べます。そしてわかめの味噌汁です。いただきます。うん、ちょっと味がおかしい。まあ食べれないことはないです。ただちょっと腐りかけていますね。うん、えのきも若干酸っぱい。まあでも食べれないことはないです。あ、味噌汁はうまい。いや、最近ずっとアニメ見れてませんでした。2週間ぶりぐらいかな。まあそんな経ってないかな。まあそのぐらいずっと見てませんでした。ちょっとね、今日はアニメもね、しっかり紹介していきたいと思います。アンチグラビティのネックレスが壊れました。取れちゃいました。ということで接着剤で引っ付けます。OK です。あとはひっつくのを待ちます。この家でプランシェやるのがめちゃくちゃ久しぶりですよ。ということで朝のプランシェやっていきます。まあぼちぼちですね。ちょっと重たくは感じちゃいました。寝不足の影響だと思います。鶏胸肉とわかめが入ったそばを食べます。本当はね、宮本さんに合わせて糖質制限をする予定だったんですけど、冷蔵庫の中にそばが眠っていて食べないといけなかったんで、これはちょっと緊急です。はい、すいません。まあ冷蔵庫の中のものを腐らせるっていうのはね、僕にはどうしてもできないんでね、ここはちょっと申し訳ないんですけど、いただきます。やっぱ糖質美味しいです。ネックレスね、なんとかひっついてくれました。よかったです。うわ、プレワークアウトがめっちゃ固まってます。脂肪燃焼系のサプリナックセル飲みます。はい、まあ、そこまでね、どういう効果があるかっていうのはね、正確には分かってないんですけど、とりあえずね、取らないよりは取る方がいいかなということで取っときます。これ取って今から筋トレして、その後ちょっと有酸素しようかなと思います。クエン酸インします。これコーヒーのね、砂糖に見えるんですけど、クエン酸でございます。今から有酸素やります。徳島ではねルームランナーがあったんですけど、この家にはねバイクしかないんで、バイク漕ぎます。もうこっちでもしっかりね、宮本さんと同じように有酸素頑張るんで。はい、終わりました。頑張りました。1時間漕ぎました。宮本さん頑張ってますか？僕もやりきりましたよ今日。はい、外に出てきてみたら晴天でございます。あー気持ちいい。ちょっと天サロでもしようかな。ご飯です。鶏の胸肉、そしてちくわ。これ賞味期限8月8でございます。かなり過ぎております。
まあ大丈夫でしょう。冷蔵庫の隅にね眠っておりました。そしてこちらはニンニクの何ですかね、漬物、お酢に漬けたものですね。これはね、四万十のマッスーさんがくれました。お盆に四万十に行った時にねプレゼントでくれました。これマジで元気出るんですよね。めっちゃ美味しいです。いただきます。このニンニクマジでうまいんですよ。四万十のねマッスーさんが手作りで作ってるんですけど、もうほんまにねいつも行くたび食ってるんですけどね、今回は瓶でくれたということでめちゃめちゃ助かってます。賞味期限のかなり過ぎたちくわです。全然いける。1ヶ月以上過ぎてますからね。アパレルの発送作業をします。今日から住人が1人増えました。お願いします。お願いします。ということです。まあ、何回か写真撮ってもらったことのある直人くんです。懸垂やるか。懸垂やるか。今日から入居の直人くん、はい、入居祝いの懸垂お願いします。 GO。 ほんまに残念ですね。はい、ということで今日は新たな入居者の直人くんが入ってきました。まあ、彼もねいろいろ事情があってここに住むことになりました。まあ、詳しくは話せないんですけど、まあ、いろいろあったということですよ。まあ、みんなね人それぞれ人生山あり谷ありということで、まあこういうこともあるかなということで、まあ、楽しく3人で過ごせたら一番かなと思うので、まあ、皆さんこれからのルーティンもね楽しみにしててください。そして直人くんをねどうかこれからよろしくお願いします。皆さんご飯はこんにゃくと鶏胸肉です。みんなはどん兵衛と徳島ラーメンですね。はい、はい、いいですね。麺はい、僕はこんにゃく麺です。こんにゃく麺でもない。いただきます。合鍵作れたかい？イエス。はい、4。はい。何円やった？600円。おお。あ、そんなもんなんや。最後のご飯はホヤです。ホヤはね、なんか貝みたいなもんなんですけど、実は貝じゃないらしいんですよね。何なのかわからないです。とりあえず海のなんか栄養価の高い食べ物です。そしてナッツ、くるみです。良質な油です。これがホヤです。本当何かわからないです。貝なのかな。貝ではないらしいんで、なんか海の
なんか何でしょう、フルーツかな、ちょっと何か分かりません、はい、味も変わってるんですよね。まあ、美味しいかどうかって言われたらまあ何とも言えないです。まあ、見た目がちょっとグロいんでね、そこが食欲がちょっとあんまり湧かないんですけど、はい、まあ栄養価は高いということで食べていきます。うん、まあ食べれないことはないんですよね。本日も一日お疲れ様でした。今日は新しい入居者をね発表したと思うんですけど、直人くんがこの家にやってきました。彼はねちょっと今かなり忙しくて、夜中働きに行ってるんで今はいないんですけど、まあ、またねこれから動画に出てくると思うんで、皆さん今後ともよろしくお願いします。そしてもう今日はね早起きして眠たいんで寝たいと思います。休みます。おやすみなさい。